オルリーレビとして知られる、オルリーレビイコールアベカシスは、イスラエルの政治家で、政党イスラエル我が家から、クネセト議員に選出されている。オルリーレビは、イスラエルのベッドシェアンで、1973年11月11日に、モロッコ出身の元外相、ダビド・レビの娘として生まれた。イスラエル航空宇宙軍で兵役を務め、IDC ヘルズリアで法学の学位を得た。 オルギー・レビは、モデルとして、地元のテレビ番組で司会者を務めるなどした後に、父の後を継いで政界に入った。レビは、結婚して4人の子供を設けており、メシロットの器物に住んでいる。彼女の兄、ジャッキー・レビは、元ベトシェアン市長で、リクードの党員である。2009年の、第18回イスラエル議会総選挙で、レビは、イスラエル我が家の名簿順位6位となり、 同党が15議席を獲得したことによって、クネセト議員となった。1期目には、議長代理や子供の権利委員会の委員長を務めた。2013年の第19回総選挙では、名簿順位16位となり、党が31議席を獲得して再選された。レビは、子供の権利委員会委員長に再選された。2015年1月、イスラエル我が家は、 第20回総選挙の名簿順位2位に記載された。ありがとうございます。